というわけで命からがら逃げてきたのですも。というわけでじゃないも。お前はアホかも。どうしてきっちり死んでこないも。後で返金しろって言われたらどうするつもりも。え、死んで返金ってどういう。ふん、こっちの話だも。んで、レックスとそのブレイドはどこ行ったんだも。はい、レックスたちを乗せたアルスはトルネア海から南に逃げて、その後は行方知れずですも。何分嵐が激しかったもので。わからないも。はいも。で、逃げてきたも。は、はいも。もう言い訳は聞きたくないも。とっとと戻ってこいも。次の仕事が山盛りになってるも。渦潮にも保険をかけてたってのに、これじゃ大損だも。それにしてもトルネア海から南ということは、今の時期だとグーラに向かった可能性があるも。グーラの毛布領事を呼び出せも。わかりました、少々お待ちください。これはこれはバーン会長、先だっては大変お世話になりました。クズモノのコアクリスタルもアバリティアブランドをつければ一級品。それを我がスペルビア本国に売り込むお手並み、さすがはバーン会長、恐れ入ります。気持ち悪いおべんちゃらはいらないもん。っていうか、通信でコアクリスタルの話するとか、お前もアホかも。アーケリアに傍受されたらどうするも。これはすみません。まあ、それよりいい話があるも。いい話とは。それは、大丈夫。ここわかりません。どこかのアルスに流れ着いたみたい。アルス。じっちゃん、ニアタちゃん。探そう。近くに流れ着いてるはずだ。はい。
じいちゃん、無事じゃったか、レックス。ひどい。待ってて、今傷薬よ。お前の薬なんぞ千人分あっても足りんわい。でもこれもまた定め。泣くなレックス。無理なこと言うなよ。別れは一瞬、やがてエーテルの導く先でまた巡り合う。お前と過ごした日々楽しかったぞ。また会おう、レックス。じいちゃん。じいちゃん。泣くなと言うとるじゃろうが、レックス。レックス。レックス。じいちゃん。レックス。じっちゃんなのか。嘘。当たり前じゃろうが、見てわからんか。わからないです。わかるわけないって。というわけで、全身の代謝を最大限にして身体機能を維持した結果、妖精体にまで対抗してしまったんじゃな。ずいぶん便利なもんなんだな、アルスってのは。すべてのアルスができることではないぞ。わしだからこそできることなんじゃ。リックス怒っとる？別に。ただワンワン泣いてた自分がアホらしくなっただけだよ。なんじゃ、やっぱり怒っとるじゃないか。で、いつ元に戻れんの？そうさの、300年もあれば元通りじゃ。300年？俺死んじゃってるぞ。うん、そういうことになるかな。どうすんだよ家。俺もしかして宿なし？これを機に一人暮らしを始めるとか。家賃かかるじゃないか。ケチくさいの。現実的って言ってくれ。でも無事でよかったよ。と、のんびりもしてられない。ニアたちを探さなきゃ。ニア？一緒におったあのドライバーとブレイドのことかの？なあ、俺たちを助けてくれたんだ。無事だといいんですけど。じっちゃん、何か覚えてない？ここに来るまでの間に幾度となく木々にぶつかったからの。その間に落っこちたのかもしれん。それだけじゃ探しようがないな。木にぶつかったなら折れた枝とか探すのはどうですか？なるほど、よし、そうしよう。ところでレックス、その胸で光っとるのはコアクリスタルか？一体お前の身に何が？その話は後、今はニアたちを探すのが先。ほほー、こりゃ楽ちんじゃわい。何が出るかなっと。
炎よ、お願い。よっと、たっ。何が出るかなっと。到着。ほう、この景色記憶に刻み込んでおこう。俺たちの力見せてやろう。任せてくれ、君には傷一つつけさせないつもりだ。最高の踏み込みな、じっちゃん。レックス、慢心はいかんぞ。慢心は力がみなぎってくる。この音は待機中のエーテルが震えてます。ドライバーとブレイドが何かで戦ってる。間違いありません。行ってみよう。はい。お嬢様、ここは私に任せて。あんた一人置いてけるわけないだろ。手を貸すぞニア。なんでここに。お嬢様、好機です。反撃しましょう。分かった。崩れろ。あんたたち、なんでって聞くまでもないか。そうですね。ああ、でも本当、無事でよかったよ。あんたたちもね。って、そういえば、あの時助けてくれたでっかいやつ、あのアルスは？わしのことかの？嘘！なんで？まあ、こっちはこっちでいろいろと。どこか落ち着けるところに移動しないか。話はその時にさ。その方が良さそうですね。お嬢様。ああ、そうしよう。なるほど。その子と楽園にね。ちゃんとお礼を言ってなかったね。助けてくれてありがとう。白子から聞いた。あんたがここまで運んでくれたって。アルス様、ありがとうございました。礼には及ばん。お前さんたちもレックスを助けてくれたんじゃからの。いいよ別に。しかし便利なもんだね、アルスってのは。全てのアルスができることでは。その話はいいよ。もういいよもうって、なんじゃその言い草は。そもそもお前がそんなわけのわからん仕事を引き受けおったのが原因じゃろうが。じいちゃんはここでのんびりしててよとか言って飛び出して行きおって。ああ、はいはい、わかりました。俺が全部悪いんです。すみませんでした、ごめんなさい。適当に謝りおってからに、まったく反省の色が見えん。そりゃできないよ。なんでじゃ。だって俺があの場所にいなかったら、ホムラはあいつらの言いなりに。レックス、そんなの絶対ダメだ。あんな奴らにホムラを渡せない。うん、なんじゃ、まだ起きとったのか。なんだか寝つけなくて。お久しぶりですね、青龍さん。うん、
昔とは随分と印象が変わったの。いろいろありましたから。レックスに命を分け与えてくれたこと、礼を言おう。その上で聞きたい。レックスにした話、あれは本意か？はい、私の本当の気持ちです。そうか、ならば信じよう。他の誰でもないお前さんの言葉を。でももう一つ目的ができました。真と滅か。あの二人を今のままにしておくことはできない。宿命じゃな、天の聖杯の。はい。巻き込むのか、レックスを。生命取るわけじゃない。お前さんが望まんでも、あれは首を突っ込むじゃろう。そういう子じゃ。胸の子は半分になっとるの。お前さんも背負ったということか。青龍さん。レックスを頼んだぞ。はい。さてっと、とりあえず近くの町か村にでもと思ったけど、ここどこだ。グーラだよ。スペルビア帝国グーラ領。グーラのアルスは見たことあるだろ。ああ、遠くからなら。あれのお腹あたりだね。そうか、ここがグーラなんだ。ん？そういえばニアのその耳、もしかしてグーラ人？遅いよ、今頃気づいたのか？グーラはお嬢様の故郷なのです。へえ、それは心強いや。町に行きたいんならまずはこの森を抜けないとね。道なりに登っていけば平原に出るはずさ。町はその先。よし、まずはそこに向かおう。どれどれ。たっだ。いざ戦場へ。ありがとう、一生懸命頑張るね。息吹を選ぶとはお目が高い。頼りにしてる。興味を受ける。証明なり。私も同じ気持ちだよ。先手必勝。一気にいくよ。一子、娘、恐怖を捨てよ。
からだから。計算中。うん、行けそう。よろしく頼む。ご期待に応えます。この日のために牙を研いで待ってたんですよ。オープン。集中。あなたの期待に応えてみせる。任せてくれ。活躍を約束する。とはお目が高い。ありがとう。一生懸命頑張るね。いざ戦場へ。さてさて、君たちの心を聞かせて。よろしくお願いしますね。炎よ、お願い。さあ、いつも通り盛り上がってきた。全力で行こう。ニア、
私たちならもっとやれる。さあ、いつも通り行こう。よっしゃー。なんつうかこう、スカッとしたよね。みんなすごいよ。さてさて、全力で行こう。ニア、エレファントのクレッ、盛り上がってきた。あたしも同じ気持ちだよ。ちゃちゃっと終わらせるよ。お、いいぞ。こっちのセリフ、もっとランブルスマッシは感動もんだよ。じっちゃんの狭い背中とは大違いだ。うまっ、一言余計じゃわい。向こうに見えるのがグーラで一番大きな町、トリゴ。とりあえず町までは送っとく。着いたらそこで私たちの役目は終わり。え、なんで。なんでって、私はあんたらと一緒にいることはできないからね。それってあいつらとのことがあるからか。出会ってから日が浅いとはいえ、一応仲間だからね。あいつらが仲間？ニアを殺そうとしたんだぞ。それでも私の居場所はあそこにしかないんだ。ニア、さあ行くよ。出てこい。先手必勝、一気に行くよ。いいぞ、全力で行こう。私たちスコアでやれる。ちゃちゃっと終わらせるよ。いいぞ、こっちのセリフ。共に戦えるのが幸せね。あなたを見てると楽しくなるから。それは不本意。次は息吹の恐怖でする。盛り上がってきた。私たちならスクリューエレファントアックス。そのみんな悲しい。まるで任せとけって。盛り上がってきた。私たちならもっとやれる。我ながら最高の踏み込みな、じっちゃん。レックス、慢心はいかんぞ。慢心は先手必勝、一気に行くよ。よっしゃー。エレファントスプレッ、スクリュー、エレファントスプレッ、オッケー。その身のこなし、まるでやっちゃって。行ってみよう。ロング、スマッシュ。
いいじゃん。私ってほら強くない？よろしくお願いします。私たちの力見せてやろうよ。マサラ、すべての敵に我がいただく。スコーピオンスケール、ウルフファーク、お願い。相手だよ、いざ。共鳴なり、信じに任せてくれ。存分に腕を振る。メノ、俺にやらせて。待ってました。コンセントレーション、勇猛のスターメル。見事。私ってやっぱすごくない？いいね。ホタル、怪我しても僕がいるから安心して。ラウンドヒーリング。ざっとこんなもんよ。ハルコブクラー。私も同じ気持ち。一気に攻めるよ。ホムラ、当たって。よろしくお願いします。任せとけって。いいじゃん。オッケー、任された。これならいいね。さてさて、調子に乗りすぎだよ。出てこい出てこい。君たちの心を聞かせて。君たちの心を聞かせて。私たちの相手じゃないね。ダーク、調子に乗りすぎだよ。心を聞かせて。Thank you.
つけた。ここって ここがトリゴの町か。変わらないな。ニア？なんでもない。さてと、宿屋までは案内するよ。そこでお別れだ。蝶を捉えた人相書きで。え、なんだって。いえ、どうやら私とお嬢様の情報がごっちゃになっているようですね。これは心外。さあ、他に勇気ある者はいないか。君のその勇気で明日のスペルビアを支えるんだ。ああ、もちろん月々の給料だけじゃない、恩給だって出る。勲功を積めば爵位だって賜られる。偉大なるスペルビア皇帝ネフェル陛下のために君の勇気を見せてくれ。さあ名乗り出よ、明日の英雄よ。ん？何だろう、あの人だかり。ドライバースカウトか。ドライバースカウト？最近じゃ街中でドライバーを募集してんだ。同調できるものは日々減っています。軍人の中にもいなかったのでしょう。ドライバーを募集とか同調って何のこと？見た方が早いよ。やめなよ兄ちゃん、危ないよ。兄ちゃんにもしものことがあったら僕たちどうすればいいの？兄ちゃん。分かってるさ。だけど、もしこの僕がドライバーになれたら。どけ、青びょうたん。さあ、俺にふさわしいブレイドよ。力を貸してもらおう。何が起こったんだ。血吹き出てたぞ。コアの負荷に耐えられなかったんだよ。残念ですが、資格のないものがコアクリスタルに触れるとああなってしまうのです。ドライバーになるのに資格がいるの？適正みたいなもんじゃよ。適正。さあ、力と栄光を手に入れ帝国に貢献せんと望む者は他にいないのか。お、君か。次は君なのか。さあ前へ、勇気を持って前へ。兄ちゃん。大丈夫だ兄ちゃん。絶対にドライバーになってお前たちにいい暮らしをさせてやる。兄ちゃん。おめでとうかな。
クリスタルが武器になった。ブレイドとはああして誕生するんじゃよ。でも俺の場合は。あんたの場合は特別。ホムラ、天の聖杯なんだろ。だったら何が起きたっておかしくない。っていうか命分けてもらうとかもうすでに理解不能。ところでその天の聖杯って何。あいつらもホムラのことをそう呼んでいたけど。私だって伝説のブレイドってことくらいしか知らされてない。っていうか本人に直接聞きなよ。行くよ。あとは叙任式とかつまんない式典ばっかさ。素敵だね。ありがたくいただくとしよう。ありがとう。俺の宝物がまた一つ増えたよ。こういうのを見ているとワクワクしてくる。にしてもコアクリスタルに触れるとブレイドが生まれてくるだなんてやっぱすごいよな。私たちブレイドの本体はコアクリスタルと呼ばれる宝石に似た素子なんです。触れたものに適性があった場合のみ自身の体細胞を増殖させて分離体を生み出す。それがブレイド。つまりドライバーとコアクリスタルが運命的に巡り合ってこそ
ブレイドが誕生するということじゃな。不思議だな。なんでそんなことが起こるんだ？さあ、それは誰にもわからんよ。イニシエからそういうものなんじゃ。生まれ出るブレイドの容姿は千差万別。人に近いものから私のようなものもおります。ドライバーの個性や精神が反映されているって説もあるね。ドライバーとブレイドとの出会いはとっても神秘的なんですよ。あの時ホムラは泣いていた。ホムラもさっきのブレイドみたいに誰かから生まれたんだろうか。天の聖杯って一体。一同抵抗するな。むむ、こやつら帝国軍じゃな。しまった。何なんだお前たち。その者、帝国にあだ名反逆者イーラのものであろう。イーラ？ニアは違う。そうか。白き獣のブレイドを連れたグーラ人のドライバー、手配書の人相書きにそっくりではないか。人相書き？これだ。似てる。なんだって。いや、違う。似てない。全然似てない。こんなことやってる場合じゃない。そっくりだからってどうなってんだ。ちゃー。ふん。ところでお前、見たところお前もドライバーのようだが、登録ナンバーは？え？登録？すべからくドライバーとなった者はアーケディアへ届け出なくてはならない。登録ナンバーがないということは、さてはお前モグリのドライバーだな。違う。俺はお前たちを連行する。申し開きは領事閣下の前でするがいい。レックス、今から私と白虎で仕掛ける。その隙にあんたたちを逃げな。そうはいかないよ。これは私と白虎の問題だよ。あいつは今お前たちって言った。なら無関係じゃいられない。たく、相当頑固だねあんた。じっちゃんにもよく言われる。じゃあ1、2の3でいくよ。私たちは左、あんたたちは右。オッケー。いつでも。じゃあ行くよ。て、抵抗するのか、来るのか。1、2の。て、ひらむな。相手は一つ、取り囲んでひっ捕らえろ。3。あたしたちの相手じゃないね。あいだせ。こっちのセリフ。よかめ。知れば丸めろ。いいじゃん。くらえ。くらえ。俺だって。おとなしくしろってんだ。やらせるかよ。よこめ。私って通常のフェリオドール。真の戦いはここから始まる。私たちおとなしくしろってんだ。よこめ。レックス、よろしくお願いします。ここまでか。強い。たった二人なのにこうも強いとは。やはりドライバー。レックス、今だ。なあ、なんだこの炎の壁は。騒がしいですね。せっかく束の間の休暇を楽しんでいた。かぐつじブレイドか。でもドライバーは。私のドライバーは現在ある任務で遠征中です。今は私一人。ドライバーがいない。カグッチ様はセルビアの王子とも呼ばれる帝国最強のブレイド。ドライバーなくしてもこの力完全そう。カグッチ様、この者たちはかのイーラの手の者。ぜひともカグッチ様のお力をお貸しください。イーラ、水玉色のクワクリスタ、
思ったの。いいでしょう。ですがパクス警部長、セッションを禁じます。彼は生きたまま捕らえなさい。はっ、おい、例のものを。はっ。先手必勝、一気に行くよ。頑張って。はじめはいだせ。あっつよ、どうだ。さあストロング、はいだせ。あっすぐエレマント盛り上がってきた。はいだせ。あたしも同じ気持ちだよ。コンセントレーション、エレマント。はりゅういね。やらせてみて。どんなほら、助かれ。はいだせ。真の戦いはここから始まる。あたしたち息ぴったりだね。はっ、俺にやらせて。うわ、攻撃を弾いた。あの人強い。ドライバー抜きで、あれか。諦めるな、こっちは二組だよ。で、リャッコ。リャッコ。エーテル遮断ネットだ。いや、大気からのエーテル流を遮断されては得意のアーツも打てまい。ブレイドにも弱点はあります。その一つはこれ、力の源であるエーテルの流れを遮られること。いや、ビャッコ逃げろ。ゼックス、私たちに構うな。無理言うな、見捨てるなんてできるわけないだろ。あんたにはあんたの目的があるだろ。でもそれを果たせ。リックス、今は引け、それしかない。でも逃がしません。リックス！くそー！うわー！水！何だ！バーニングソード！ホブラ！はい！逃がすな！おい！おい！それでいい。逃げ切れよ、エックス。この水流の中であの技、天の精はやはり本物。ありがとう、助かったよ。でもどうして俺たちを。なんとなくも。なんとなくっていうのは嘘も。ほんと言うと、いっつも威張り散らしてる兵士に完成したばっかのロケットカムカムをお見舞いしてやろうと思ってたもん。そこへちょうど兄ちゃんたちが追われてきたんだもん。外れて水道管に当たっちゃったけど、結果オーライだもん。そうか、さっきのは君が。トラだもん。トラっていうのか。俺はレックス、こっちはホムラ。よろしくお願いします。よろしくも、モフフ。実は助けたのにはもう一つ理由があるも。理由？ま、それはトランチについてからゆっくり話すも。こっちだも。
った。同行者と思われる子供とブレイド一体は逃しましたが、手配書の娘とそのブレイドは捕らえることができました。引き続き町の治安維持に。ねえパクス君、僕が何て言ったか覚えてる？は？僕は水玉色のコアクリスタルを持ったブレイドを捕らえろって言ったよね。誰も手配書の、それも賞金1万5000程度の小娘を捕らえろなんて言ってないよね。ですが、彼のものはイーラの。大事なことだからもう一回言おうか。僕は水玉色のコアクリスタルを。あの毛布様。何？水玉色とはどういった色なのでしょうか。すっ、緑色。緑、わかる？これ、この色、これが緑色。見えてる？ちゃんと見えてる？ああ、緑色。あ、そうでしたか。水玉とは緑色の。もうバカ！水玉色のブライドなんてまずいないでしょ。一目瞭然でしょ。それをあんな猫型の普通のブレイド。お言葉ですが、あれは猫型ではなく虎型。うるさいバカ。モン様。何？ノックぐらいなさい。失礼いたしました。モン様、メレフ様が。本国からメレフ特別執権官がたった今、今港に到着されました。なんですって。こんなところに家が。ここは裏口も玄関は向こうにちゃんとあるもん。本当だ。うひゃっ、下雲海じゃないか。それも結構高い。見晴らしいもん。トラ、そこから雲海を見るの大好きなんだもん。素敵なお家ですね。もふふ。ところでレックスの兄貴。兄貴？助けたも一つの理由なんだけども、実はトラ、ドライバーと仲良くなりたかったんだもん。へえ、トラドライバーに興味あるんだ。当然だもん。ブレードと一心同体になってすんごい力を使えるドライバーはすんごいんだもん。レックスの兄貴のお供になりたいんだもん。ねえトラ、その兄貴って呼び方なんとかならない？どうしても？いや俺まだ新米ドライバーだしさ、兄貴っていうのとはちょっと違うかなって。新米でもドライバーはドライバーだもん。偉いんだもん。威張り散らすもん。威張り散らしはしないけど。よし、わかった。兄貴って呼びたいなら止めないよ。でもお供とかじゃなくて友達になろうぜ。本当かも。トラ、兄貴のお友達になるも。やったも。なんだか変わったやつだな。そうだトラ、この町のことを詳しい？桃、
軍に捕まった人がどこに連れて行かれるのか知りたいんだ。レックス、もしかしてニアたちを？ニアとビャッコを助けなくちゃ。やはりそうきたか。それって兄貴と一緒にいたドライバーとブレードのことかも。そうさ。それは街でいろいろと情報を手に入れないとわからないもん。それよか、まずはご飯食べるもん。運動した後はご飯食べないと考えまとまらないもん。わしも腹が減ったぞ。ご飯は後でいいよ。今はニアとビャッコの居場所を知りたいんだ。ほら、やっぱ兄貴もお腹グーグーだもん。しょうがないだろ。よかったら私何か作りましょうか。ホムラ、料理できるの？煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物、火を使った料理なら何でもござれです。おお、かき氷とかはちょっと苦手かも。まあそうだよね。献立を思いついたんです。楽しみにしていてくださいね。うまい、うまいよホムラ。うまうまだもん。ほっぺ落っこちちゃうもん。これはうまい。こんなうまいもん食ったのは120年ぶりじゃ。よかった、久しぶりの料理なので腕がなまってたらどうしようって思ってたんです。なまるどころか最高だよホムラ。でも不思議だもん、ホムラちゃん火を使うブレードも、さっき水道管ぶっ壊した時も火の力使えてたもん。そういえばそうじゃったな。あのカグツチとかいう帝国のブレード、あれもホムラと同じ火を使うブレードじゃったが、向こうはかなりパワーダウンしとった。それって珍しいこと？この世界にはエーテルっていう属性の力があるもん。火とか水とか風とか他にもいろいろあるもん。ドライバーもブレードもこのエーテルの力を源にするもん。で、火は水に弱いもん。だからあのブレードの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたもん。でも俺とホムラの力は問題なく発揮できたぞ。まったく衰えることなくな。どうしても？私の属性火じゃないので。もう火じゃないのになんで火の力使えるもん。それには結構複雑な事情が。どうしても？その複雑な事情すっごく興味あるもん。それはその。やめろよトラ、ホムラが困ってるじゃないか。もう人には言えない事情ってもんがあんのだよね。ごめんなさい。そのうちお話できる時が来れば必ず。いいってそんなこと。さ、それよりニアを助けること考えよう。
まずは町に出て情報を集めないとだも。ふん、しかしわしらすでにお尋ね者になっているかもしれんからの。特にホムラは目立つ。ごめんなさい。大丈夫だも、トラにいい考えがあるも。命令府特別試験か。いかがなされました突然のご来訪とは。前もってご連絡くだされば歓迎の催しを開きましたものを。あいにくその手のものは苦手でね、常に辞退させてもらっている。何をおっしゃいます、メレフ様ほどのお方、万全の体制をもって偶さねばネフェル陛下に顔向けできません。いかがでしょう、これより晩餐の準備をさせます。メレフ様にはそれまでの間。ずいぶんと早かったですね。到着は明日かと思ってたのに。か、カグッチ様。天の聖杯が見つかったのならば急がせもする。おかげで船のエンジンは整備工場行きだがな。天の聖杯？なぜそれを。何か問題でもあるのかね、毛福。いえ、滅相もございません。聞けば、イーラのドライバーを捕らえたという。どこに行けば会えるのかな。え、あてどのような。毛福君、どこに行けば会えるのかな。はい、すぐにご案内を。君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。大違いだよ。誰だよそんなブサイクに書いたやつは。確かにこれでは怒るのも無理はないな。何も喋んないからね。仲間を売る気はないと。仲間？見境なしに野弾砲の的にするのが仲間ってんならそうだろうさ。なるほど、いろいろと複雑な事情があるようだが、私の興味はそこではないんだ。は？どういうこと？君と共に行動していたドライバーの少年とそのブレイド、私はそちらのことが知りたい。レックスとホムラの？レックスとホムラというのか。これなら私だってバレませんよね。ありがとな、トラ。さあ、兄貴の友達探しに行くも。どれどれ。
よっと。到着。お付き合い願います。お宝回収。
く。周囲への警戒。ニアと白虎さんが処刑されるなんて。入港した軍艦の中というのがまた厄介じゃな。どうやって助け出したもんか。軍港は警戒厳重だもん。やっぱりここは男らしく正面突破。ダメです、みんなが危険な目に遭っちゃいます。まあそうだよね。これ大樹の根っこですよね。この図が正確なら岸壁から伸びた根が船底まで続いてるみたいです。そしてこれが船底の物資搬入口。ここから入れないかしら。なるほど、根を伝って船底の搬入口からか。そこなら警備も手薄だもん。おまけに夜は物資の搬入やってないもん。それしかなさそうじゃの。決まりだ。もふふトラ、みんなに見せたいものがあるも。これは誰にも見せたことのないトラだけの秘密。人工ブレードなんだもん。人工ブレード、これがトラはドライバーに憧れてたもん。でもトラにはドライバー適性がなかったんだもん。なんでそんなこと決めつけるんだよ。そんなのやってみなけりゃ。やっちゃったのか。トラは1年前ドライバースカウトに志願したんだもん。ダメじゃったのか。くんもあんな目に。そうだもん、三日三晩鼻血が止まらなくて大変だったもん。それだけ。それだけじゃ済まないもん。鼻血だって出血多量で死ぬこともあるもん。聞いたことないな。ま、それは置いといても。置いとくのか。っていうかあっさりすぎるだろ。とにかくこの人工ブレードが完成すれば適性がないトラでもドライバーになれるもん。しかしすごいもんじゃのトラ。お主が一から作ったのか。作り始めたのはじいちゃんとお父ちゃんだもん。でもじいちゃんは死んじゃって父ちゃんもどっかへ行っちゃったもん。だからトラはこいつを完成させてドライバーになって大活躍するもん。そしたら噂を聞きつけた父ちゃんも帰ってきてくれるもん。トラ君。ところでトラ、この人工ブレード見たところほとんど完成しているようじゃが、あとはどうすればいいんじゃ。もうふふあとは足りないパーツをいくつか買ってくればいいもん。でもトラ、お金全然持ってないもん。マジで。マジだもん。全然1ゴールドもすっからかんも。つまりはお金を貸してくれと。貸すんじゃなくて出してくれたらもっと嬉しいも。さすがはのポン族、しっかりというかちゃっかりというか。でも人工ブレードが完成したらとてつもなくすんばらしい戦力になるもん。そりゃまあそうなのかもしれないけど、でいくらいるの。だいたい6万ゴールドくらいも。6万。さすがにそれは。ねレックス、トラ君にも手伝ってもらいましょう。お金だったら私が何とかするから。何とかするってどうするの。まさか体を。いい加減にしろクソジジイ。天然物だから売れば6万くらいにはなると思う。ダメ、そんなの受け取れないよ。でも
ねえ、俺も男だ。わかった、パーツ代全額俺が持つ。なんと太っ腹。兄貴は男の中の男も。その代わり、ヘンテコなブレイドだったら承知しないぞ。それは任せても。よし、じゃあ行くぞトラ。もう大丈夫かしら。ありゃ、焼きクソじゃない。どれどれ。到着。周囲への警戒、怠るなよ。
到着。心に残りそうな景色ですね。いいよ、相手になってやる。ワイルドブラインドアイディア、スマッシュ。気分が乗ってきました。ああ、俺も同じ気持ち。さあ、行きましょう。あなたの期待に応えてみせる。到着。さあ、よし、終わった。もう完成したのか。もちろん。もうあとはエネルギーチャージして起動すればいいもん。うん、ニアたちが処刑されてしまうまでもう時間がない。急ぐんじゃトラ。分かった。もう人工ブレード、お前が目覚める時が。ダメよトラ君。え、なんでだ。もう人工ブレードなんて呼んでたらかわいそう。ちゃんと名前をつけてあげて。トラ君が考えた名前を。そうかも。実はトラ、もう考えてある。もうこいつの名前。そっか、じゃあ迷うこともないな。うん、さあ始めるがよいトラよ。わかった。もう目覚めろ。もうトラだけの人工ブレイド。ハナ！
どうだもん、感心したもん、トラすんごいもん。ああ、ほんとすごいやトラ。いやさっきはびっくりしたよ。てっきりそういう趣味なのかと。トラにそんな趣味があるわけないもん。あれは…そう、先祖おじいちゃんの趣味もきっとそれが残ってたんだもん。本当ですか？本当…ということだそうなので、レックス、行きましょう。ミアを助けに。ああ、急ごう。というわけで、ハナですも、今後ともよろしくなのですも。陛下の覚えがいいからって、メイツネが偉そうにあれこれと。天の聖杯を手に入れれば、本国への凱旋もバーンに売りつけて大金を手にすることも叶ったのに。まだよ、僕はこんなところで終わらない。こんな獣臭い辺境の一領地なんかで終わるつもりはない。バクス警備長！か、何か？警備兵の数を倍に増やしなさい。足りなければ町からもかき集めて、メレフより先に天の聖杯を手に入れるの。いい？は、了解いたしました。見てなさい、メレフラハット。
私の力、存分にお使いください。私の力、存分にお使いください。寝心地はどうだった？うわ、ゆっくり休めたよ。到着！冒険って楽しいね。あれがアルス戦艦も。立派なアルスじゃのう。これもインビディアとの再戦に向けた帝国の準備の一つというわけか。見てあそこ。ホムラの言った通り、根が搬入口の下まで伸びてる。この下から回れそうだな。行こう。はい、分かったもん。ですもん。ももまあ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 、ホルホルしてみるも。ホルホルしてみる。
みるも。到着。冒険って。結構高さがあるな。待ってて。まずはホムラから。引き上げるから捕まって。ないやつじゃの。そうだもん、デリカシーないもん。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、そういう意味じゃなくて。確かにドラより重いもん。でもそれは立派に成長してる証拠だもん。いいことだもん、すっごくいいことだもん。花が引き上げますもん。さあ、捕まってくださいもん。力だ。花は人工ブレイド、このくらい楽勝ですもん。ゴンザレスだって引き上げられますもん。到着。冒険って楽しいね。みんなピクピクになったらダメだよ。今は100。ご主人、右腕がうまく動かないです。待ってて花、すぐに調整するもん。ぐんぐん。なんだ、ここまでか。いい感じだもん。よろしくお願いしますね。頑張りますもん。
ご主人、この辺りのどこかにブレイドがいますも。ハナ、そんなことがわかるのかも。はい、何かブレイドの波動って感じですも。なんだかよくわからないけど、白虎がいるのかな。片っ端から開けてみましょう。やけどとかしてませんか？ホムラ、火が強すぎだよ。ごめんなさい、加減が難しくて。ホムラ様、レックス様。おお、無事じゃったか、白虎。よかったもん。ほら、ご主人、やっぱりここにいたですもん。アルス様と、どちら様ですか？白虎、いきなりで悪いけど、ニアがいる場所わかる？もちろんです。私と同調したたった一人の方ですから。助けに行こう。処刑なんかさせるわけにいかない。はい、お願いします。何が入ってるか楽しみだもん。ほら、お任せだもん。ダグ、ここまでか。我ながら最高の踏み込みな、じっちゃん。レックス、慢心はいかんぞ。慢心はこれが気づかない。ここまでか。おとなしくしろってんだ。スクリュー、アッツ。ここまでか。いますね、ご主人。右腕がうまく動かないですもん。待ってて、ハナ、すぐに挑戦するもん。響きだね。どんなピンチにも閃光のごとく駆けつけるんですもん。
メタにしてやるぞ。あれが絆ですもん。こっちのセリフ一丁上がりだもん。この調子この調子。うふー、世界にはいろんな場所があるもん。ここで一休みですね。みんなビクビクになったらダメだもん。花は100万の本力ですもん。もう大変ですね。やらせるか。おとなしくしろってんだ。バンバン。おとなくなって。やらせるか。やめるかよ。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。やらせるかよ。よこめまでか。ほら。ここまでか。おとなしく。オッケー。決める。クレイム。やらせる。ノバ。一丁上がりだもん。この調子この調子。今日も頑張りましょう。めちゃめちゃにしてやるぞ。不思議ね。こっちのセリフ。はい、どうぞ。ブーストモモモモモ。なにが入ってるか楽しみだもん。間違いありません。あそこです。なんだ貴様ら、テロリストの仲間か。仲間だけどテロリストなんかじゃない。めちゃめちゃにしてやるもん。ワイドクル上司やらせるかよ。の相手は花ですもん。バンバンブーストやらせるかよ。ご主人やる気ですもん。俺だってワイドクルかよ。コンセントレーション。どこ行くでしょう。やらせるかよ。マッシュ。大丈夫か、ニア。レックス、あんた遅くなってしまい申し訳ありませんでした。いいんだ、誰も来てくれるはずないって思ってたから。そんなわけないだろ。助けられたら助け返せ。サルベージャーの合言葉その2だ。あんたらしいね。兄貴、脱出ルート見つけたもん。急いでも。ノボン族？お力を貸してくださった新しい仲間さ。よろしく。さあ、こんなところに長居は無用じゃ。脱出するぞ。
ビクビクになったらダメじゃない。ご主人、はい、出せ。やっほー、ブースト。お嬢様、もっと守りに集中してください。大丈夫大丈夫、攻撃は最大の防御って言うじゃん。もおめでとうございます。みんなビクビクになったら旅じゃん。スクリューハイドフル外れろ。ソラにお任せだもん。自慢は趣味じゃないんだ。ここまでか。張り切りすぎて転ぶなよ。ネタネタにしてやるぞ。これがキジラですもん。こっちのセリフ。ほら、花のいいドライバーも。花のドライバーはご主人の美ですもん。いや、花はそう思いますもん。
も。やらせるかよ。